祇園長須加古墳群は、千葉県、祇園長須加古墳群は、木更津市の尾び川下流域の中石平野城にある、かつて砂丘であった微高地上を中心に築造された。尾び川下流域には、南北方向に4列の砂丘跡が確認されており、海岸から数えて2列目、3列目、4列目の砂丘跡に古墳が造営された。 また4列目の砂丘跡が丘陵部に接続する付近や、大田山公園がある、丘陵地帯にも古墳が確認されている。古墳群は5世紀半ばから7世紀にかけて作られ、尾津川流域の主張であった幕田国造が造営したものと考えられている。木更津市街地が広がる平野部に築造された祇園、長須賀古墳群は、低湿地の埋め立て用に墳丘が削られ、さらに、 木更津市の都市化が古墳の消滅に拍車をかける結果となり、現在では消滅してしまった古墳も多い。そして、金霊塚古墳など一部が残っている古墳も、ほぼ原型をとどめないほど改変を受けてしまっている。そのため、現在、古墳群の全貌を知るのは困難である。祇園、長塚古墳群については、木更津古墳群、祇園古墳群などと呼ばれることもある。 研究者の中から、木更津市内の祇園地区と長須賀地区にある古墳を中心とした古墳群を表す祇園、長須賀古墳群という名称が提唱され、現在、多くの場合祇園、長須賀古墳群という名称が用いられている。尾津川流域では、古墳時代前期の四世紀より、古墳の造営が確認できる。四世紀、尾津川中流域に、メシカゴツカ古墳など、 分級町100メートル前後の前方公園墳の造営が見られ、そして同じ時期、尾津川の川口付近でも分級町60メートルクラスの前方公園墳の築造がなされたと考えられている。4世紀100メートル台の前方公園墳は、房総半島では最大級の大きさであり、尾津川流域の主張は、早い時期から強い勢力を持っていたと考えられる。 基温、長須賀古墳群で最初に造営がされた古墳は、高柳長子塚古墳と考えられている。海岸から数えて2列目の砂丘跡にあたる、尾光地上にある、高柳長子塚古墳は、墳丘町、推定130から150メートルになる、前方公園墳で、5世紀の第2四半期頃に、築造されたと考えられている。当時の数差では、隣接する、 大理塚古墳群の大理塚古墳と並ぶ大型古墳である。高柳長静塚古墳の造営は、下流域の祇園、長須賀古墳群の主張が、これまで優位であった、帯塚川の下流域の主張を抑えたか、もしくは帯塚川の下流域から下流域に本拠地を移転したことを示すと考えられており、いずれにしても祇園、長須賀古墳群を造営した帯塚川下流域の主張は、 古墳の規模から見ても房総半島内でも有力な主張であったことがわかる。高柳町静河古墳に続いて4列目の砂丘跡に隣接する丘陵地に推定墳長100メートルの前方、公園墳、祇園大塚山古墳が5世紀の第3四半期頃築造された。祇園大塚山古墳は1891年に発掘されており、近藤製の甲冑や銀製の耳飾り、 ガブンタイヨンフッツヨン従教などといった副装品が出土した。祇園大塚山古墳の後、6世紀半ばまでの数十年間、祇園長長塚古墳群では、目立った古墳の造影は見られない。これは、大理塚古墳群など、数差や下塚にある他の古墳群でも見られる現象である。5世紀末から6世紀にかけて古墳の築造が、 低長化するのは大容量などでも確認できる全国的な現象であり、当時の山東県内の混乱が影響した可能性が指摘されている。6世紀の半ばになると、祇園、長須賀古墳群では古墳の築造が復活する。まず2列目の砂丘跡に、祇園、長須賀古墳群では、坂森塚古墳までに築造された前方公園墳からは、埴輪が検出されている。 6世紀後半から末にはまず噴球町、約80メートルの前方後円噴、稲荷森古噴が造営された。稲荷森古噴からは、埴輪が検出されておらず、前方後円噴終末期の古噴であることがわかる。稲荷森古噴と同じ頃には、円噴とされる、鶴巻塚古噴が、基温大塚山古噴の近くに造営された。6世紀末から7世紀初頭には、噴球町、 約百メートルの前方後円墳である、金礼塚古墳が二列目の砂丘跡に造影される。同じ頃、三列目の砂丘跡に、墳丘町、約七十メートルの丸山古墳が造影される。金礼塚古墳と、丸山古墳が、祇園、長塚古墳群最後の前方後円墳とされている。金礼塚古墳からは1 9五十年の発掘で、未到窟であった横穴式石室から、 古墳の名の由来ともなった金星の鈴や21本と推定される飾り立ち、混同性の飾りなどの豪華な遺物が大量に発見され、金麗塚古墳に葬られた主張の力の大きさを知ることができる。また金麗塚古墳の石室には、大理塚古墳群を造営した主張の勢力範囲である、富津市の海岸で採れる砂岩が用いられており、 金礼塚古墳の石室内に安置された石棺は、埼玉県長瀞渓谷付近の緑礼変換が用いられていることから、関東各地の有力主張の間に交流があったこともわかる。また、六世紀後半、造営の最盛期を迎えた祇園、長塚古墳群では、まず金礼塚古墳に代表される大型の前方後円墳があって、続いて、丸山古墳などの中型の前方後円墳。 そしてその下のクラスの古墳が同じ時期に造営されるといった古墳群内に階層が見られる。同じ時期、於津川の中上流域でも中小の古墳を中心とした古墳群の造営が見られ、金霊塚古墳の被創者など、祇園、長塚古墳群の頂点に立つ主張は、於津川流域全体を統合する主張であったと考えられる。金霊塚古墳と丸山古墳を最後に、 祇園長塚古墳群では、前方公園墳の築造は終了し、続いて7世紀初頭から前半頃、金礼塚古墳の南側に一辺約44メートルの、豊墳である松面古墳が造営された。松面古墳は二重の周行を持ち、周行の外周は一辺80から85メートルに、達する大型の豊墳であった。同じ時期、龍角寺、岩屋古墳、田野塚古墳、 大理塚古墳群でも割見塚古墳といった規模の大きい方墳が暴走各地で造営されている。松面古墳から発掘された末期などの副葬品の内容から松面古墳は田の塚古墳と同時期内市はやや先行する7世紀前半の中でも早い時期に造営されたと考えられている。また出土品の内容から金霊塚古墳と共に 松面古墳もかなり長期間にわたって追想が行われた可能性が高いとされる。松面古墳の築造後、祇園、長須賀古墳群で築造された古墳については、はっきりしない。明治時代に出土したと伝えられる、出土品の内容から、祇園、長須賀古墳群の中でも主要な古墳の一つであった。可能性が高いとされる塚の腰古,古墳が、松面古墳に続く宝墳であった可能性が、 指摘されている。また、稲荷塚古墳を前方後円墳築造終了後に作られたとする説もある。疑音、長須賀古墳群では、松面古墳の後に続く古墳の存在は、はっきりしない。木更津市の都市化などで古墳が消滅してしまった可能性もあるが、古墳群最後の前方後円墳である。 金霊塚古墳とそれに続く宝墳の末面古墳は長期間にわたって追想が行われたらしいことから、祇園、長塚古墳群は隣の大理塚古墳群などよりも早い時期に古墳の築造が終了した可能性もある。7世紀後半には祇園、長塚古墳群の東約1.5キロのところに、上ズ大寺廃寺が建立されたと考えられている。カズ大寺廃寺の建立は、 房総半島では、龍角寺と並んで古いと考えられており、龍角寺古墳群との関連性が指摘されている、龍角寺と共に、上ず大寺廃寺の根流も既温、長須賀古墳群を造営した主張との関連があるのではないかと考えられている。既温、長須賀古墳群は、多くの古墳が木更津市街地にあって、早い時期から都市化の影響を強く受けたために、 すでに消滅してしまった古墳も多いと推定され、残っている古墳も原型を止めていない。そのため、古墳群の状況を把握するのは困難である。疑音、長須賀古墳群は、三浦半島から房総半島へ向かう、海のルートの房総側の窓口に位置しており、当時の交通の要衝を占めていたことから勢力を強めたと考えられる、マクダ国造を葬ったものと考えられている。 疑音、長須賀古墳群で一番早い時期、5世紀の第に、四半期に作られた、高柳調子塚古墳は、当時の房総半島内最大級の古墳であり、疑音、長須賀古墳群を造営した主張の力が当初から、強大であったことがわかる。しかしその後5世紀末から6世紀にかけて、古墳の造営が止まる。これは隣接する、大理塚古墳群でも見られる現象であり。 和王部と考えられる、有略天皇坊都後の大和王権混乱の影響を受けたとの説がある。6世紀半ばから7世紀初頭にかけて、祇園、長須賀古墳群では盛んに古墳が造営される。これは、大理塚古墳群や、龍角寺古墳群など、暴走各地の古墳群でも見られる現象である。これは、丘陵地帯で、各河川の流域が区切られたために、 地域独自の主張が生まれやすかったという、房総半島の地理的な条件が影響したと考えられ、房総半島内の各主張は独自性を強く保ったまま機内の山東県との関係を深め、武蔵や上野などのようなある程度の広さを持つ地域を統合する主張が現れなかった。この時期、古墳群内では、近霊塚古墳のような名手墳の下に、中型の前方公園墳、 さらには、小型の古墳が同一の時期に造営されたと考えられる。また、義音、長須賀古墳群の名手墳の被葬者は、同時期に、帯津川中城流域の中小の古墳を造営していた主張の上にも立っていたと見られており、義音、長須賀古墳群の頂点に君臨していたと考えられる、マクダ国造は、尾津川流域の中小主張を統制するようになったことが想定される。 また、金霊塚古墳などの擬音、長須賀古墳群の名手墳は、古墳の規模や豊富な服装品の内容から見て、埼玉古墳群などの古墳と並び、関東地方でも有力な古墳であると評価できる。これは6世紀半ば以降の山東権の権威強化と、共に山東権と結びついた擬音、長須賀古墳群を造営した主張の実力が、強大化したものと考えられる。 また近隷塚古墳の石じや石棺に用いられた石材が関東地方の他の有力市長の勢力範囲から持ち込まれたということから、疑音、長須賀古墳群を造営した市長は、関東各地の有力市長との連携も図っていたことが想定される。こうした関東地方の有力市長同士の交流まで、当時の大和王権が関与していたとは考えにくく、疑音、 長須賀古墳群を造営した主張は、大和県内の地位を高めるばかりではなく、独自の動きも見せていた。7世紀以降の祇園、長須賀古墳群については、不明な点も多いが、関東地方の他の有力古墳群で見られるように、大型方墳の築造がなされたことは確実である。7世紀後半には、祇園、長須賀古墳群近隣に、 カズサ大寺廃寺が作られ、古墳群を造営した市長との関連性が指摘されており、これは市長の権威の象徴が古墳から寺院へと移り変わったことを示している。ありがとうございます。